リンさん、リンさん、はい、リンさん、返事はいい。コールセンターのお姉さんみたいな返事してたね。はい、コールセンターのお姉さんなんだ、ね。いや、ワンチャン繋がらないかなと思って、ちょっとちょこちょこ考えたんですけど。見たくなかったしてくださってる。そう、今ね、ちょっと繋がらないかな。リンさん、今ギャルだから。コールセンターの話かな、それね。コールセンターのギャルだから。ワンチャン混み合ってるから。電話が、電話が混み合っております。どっちの話ですか、俺。大変申し訳ありませんが。白ギャルらしいよ、リンさん。マジ？やっぱ白ギャルはいいよね。白ギャルは白ギャルは別にただのギャルじゃねえじゃん。いやいいわ。お前は何も分かってない。白ギャルいいわ。黒ギャルだから黒ギャルって言うけど、確かに白ギャル違うよな。ギャルはもともと黒なんだよ。そうなんだよ。え、分かってないんだ。黒ギャルの方ギャルでいいやん。じゃあマジで。いやだから、だから白ギャルのことを白ギャルって。白ギャルもいいよね。ガミソンさん3人しおるて目の前に。黒ギャルもいいんだよね。ガミソン後ろ俺。まあでもリンさんは、いやどっちもいいな。黒でも白でもいいわ。色じゃない。ラピオン。リンさんは黒でも白でもいいわ。お前この画像の画像出してやるわマジで。ナイスガミさん。そこね。いやでも黒か。ベンゼマ。まだギャルの選手だ。一人だけ一個前の話題してる。リンさんは黒かな。最近は黒がいい。左。リンさんは黒かな。あ、皆様マジ。ピョン。池田さん、ちなみにそのキノコの裏何？赤いち。じゃあ次俺あのショトカでこれ使うから。あ、てか投げられたな。やばい。ゲーさん。ゲー。あ、そう。ニスクでいく。あ、間違えた。ナイス。じゃあ俺は一発ニスクでいく。やばい、この裏のキノコなんで。おい。おで、ミス耐えれます。あ、ほら、俺が受ける。やばいって。ねえ、12位で。パック、やばい。どうしてるバレいけないじゃん。悪気ないから。誰バナさん突っ込んできた。もう一生回してるやん、この辺。あ、リンゴさんやん。なになになに、来ないで。いや来ないで。ほんとにやばい、この人。え、何やってるんですか、伊豆さん。頭おかしくなっちゃったんじゃない？なんて頭おかしくなっちゃった。ちょ、お酒飲んでるからしょうがないね。ねえ、伊豆さん、本当にやめて。空中ヨガ。ヨガやめて。よし。必殺技みたく言わないで。まあまあ。俺は後ろでゲンさんの手が光ってるのを見て、あ、こいつはやってくるなと思いましたよ。あーもう途中まで仲良しだったからね。せっかくギャルだった。赤さんずるやん。ギャルに負けてる二人いるけど。いやギャルはマジで最高なんだよ。やめてください。オタクに優しいギャルが一番いいんだから。オタクに優しいギャルに白いないからな。出たギャルがギャル。まずいですよ。厳重視。いや確かに白ギャルでオタクに優しいギャルは結構レアだね。確かに黒の方が優しそう。だいたい黒なのよ。俺も黒ギャルになりたい。なりたい。やめてよ、本当に。変身がもう。けがれる。優しくするから。けがれる、マジで。黒ギャルをけがさないで、本当に。ネロちゃんが黒ギャルになったらおもろすぎるやろ。そういう世界線もありだ。ちょべりばーとか言って、ちょべりばーでも言ってさやからな、普段。マクド。うざい。もう関西人バカにしたね。うざいな今の。それただ日焼けしたネロちゃんじゃないでも。伏線回収。そういうことだったのかもしかして。日焼けしたネロちゃん。そういうことだったんだ。日焼けしたネロちゃん。さては。中にいるんだけど。日焼けしたネロちゃんだそれも。ここでようやく回収した。ギャルでもなんでもね関係ねえじゃん。ただ日焼けしてるだけ。日焼けしてるだけ。伊豆さんやば。伊豆さん今日やばいですよね。俺死ね。じゃあ酔ってなくてもやるこれは。なんかね多分酔っ。何バカくんね。酔ってるからってやりたい。酔ってるふりしてんだ。切れてるよ。何バカくんね。泣いてるよもう。計算ぐらいできるだろうが何個来たんだよ。2個です。じゃあ2個やん。悲しいよ僕はもう。ボケ危ない。いや危ない。あっ、つた取られた。3打引くか。まあいいでしょう。そのスターは取られるだろうと思って。わあ、やめて。
言ってたかね。全部避けられた。はい、サンダ引いたよ、サンダ引いたよ、サンダ引いたよ。いや、ねえ、カウント中だったじゃん、今まで。今アウトと思ったの。だってカウント中だったじゃん、今。だって絶対カウントしたら伊豆さんに引いたよ。自分が勝つために投げろよ、お前。伊豆さんも引いてたんだもん。なぜだよ、お前さん。それはないよ。カウント中だったよ、お前。そうだ、そうだ。今で言ったから許して。どういう理論で。だってゼロまで言ったら絶対伊豆さんが打ってたもん。なんかケントロスみたいな名前になってきて。ケントロス全然逃げ切れなさそう。マジケージを通す4回ゴミさん早いな。うわお、ふざけんな。トゲ引いた、トゲ引いた、トゲ引いた、トゲ引いた。もう早く投げろ。ガイアくん、キラウラ、キラウラ、投げる、投げる。ガイアくん、なんじゃそのブーメランは。あー、終わった。無理マジで、もう。いや、もうブーメランの方やばい。ブーメランとミドさんに挟まれた。あー、きつい。どけ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 。危ないよ。はい、黒ギャルの勝ち。黒ギャルの勝ちです。そうだろ、黒ギャル。黒ギャルじゃなくて日焼けした自分だろ。日焼けしないじゃん。日焼けすれば黒ギャルになれるってことか。そういうことじゃない。そういうことですか。いや、でもお酒入ってたらいつもだ、おーいとか言われてんのに。そっか、もう全然来たことにも気づいてなかったみんな。ぐるぐる回って吐いてくれるといいんですけどね。そういう作戦。最悪やな。うぅ、早い、回ってない、回ってない。汚い。やめて、汚い。あーだー、もうやだ。ぐる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 。言語化する人いない、あんまり。カイドウもいない。カイドウ。カイドウの笑い方な。うん、おろろろろろ。パイ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 。まずくないね。あー、もう終わってるわ。考えなきゃ。そろそろですか、伊豆さん。これ僕は無敵2枚持ってるんで、そろそろです。一旦くな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 。いけ、いった。運気を抜き。ナイス軽減。運気を抜きです。俺が当たったことで軽減になった。これもしかして。なった。だいぶなりました。ありがとう。でも自力で軽減できたんで別に。なんてこと言うんだ。防御しましたよ。もう振らないでね。さあ、サンダー行きましょうか。行きましょうか。やめて。もうちょい待って。いらない、いらない、いらないで。いた。終わるよ。さあ、行きましょう。ああ、あー、自分で燃えた。もう散らすな。2個散らすんじゃねえや。散らし寿司。散らし寿司。全部当てたぞ。吉野家走りづらすぎるぐらい。いや、このぐらいの子がいいよね。うん、うん、いや、メキシコ人ぐらいがだからちょうどいいよね。適当なこと言うなよ、はい、適当なこと言わないで。本当に適当じゃないよ、メキシコ人よ。ギャル何を知ってるの。いや、メキシコ人ギャルじゃねえだろ。まあ、色味的な話の問題言うたけど、色って言ったらあんまわかんねんな。すいません。うん、そうだよ。酔っ払ってるおまおじは謝罪ができるよね。なんか酔っ払ってる方がいいかもね、なんかね。ずっと酔っ払ってたって。謝らなくてもいいところだもん。いや、俺の健康が害されるよ、それ。周りのもんね、精神的な。おぉ、あんだけラストやってたら変わんねえだろって。確かにそうか。つまお前さんとリーさんでやったんだけど、ラストやりました、一緒に。そんなカオスなやつあるのか。そうそう、やりました。どうだった、楽しかった。面白かった。工藤さんもね、一緒にやってくださった。たくやさんと4人でやった。でも、ゴースティングチーターになんか粘着されて終わる。なんかゴースティングと切れ、なんか喧嘩しなかった。なんかそう、ずっと怒ってましたよね、終わると。なんかゴースティングと喧嘩。なんか何やったら一回投稿消したいし、チートも使うのかよ。そう、ゴースティングチーターの同じゲーマーとして恥ずかしいよ。ゴースティングもしてチートも使って、チートもやるんだ。そう、待ってるだろ、そいつ。バケモンやん、もう。なんでゲームやってんの。それがお前さんのところに来ちゃったの。よりに来ちゃった。な、気に入られちゃった俺。そいつ中国人だよ、アイテム。そいつ中国人やったけど、日本語めっちゃうまなっとった、最後の。そうそうそう、おじさん追っかけて日本語うまくなってましたよ。おまおじで学ぶな、日本語。悪いもんなパターンあるんだ。ちゃうねんしか言わんやん。ちゃうねんって言わんねんだけだな。入りが。日本語。
こっち来て、こっち来て、おまじそうそう、こっち来てって言ってた、最悪やこれ、こっち来て、もうちゃうねんって、ほんま学ぶな、日本語を学びを得た、学びを得るな、意味がわからん、無兵何それ、おい殺すぞな、お前やっていいことと悪いことの区別あるだろ、いい星なんだから、ね、それ、あああビタちゃん、押さないで、取ってるさが、うるせえうるせえ、音圧が違ういつもと、いつもと音圧が違う、なんか気合入って乗ってる、割れてた、ゴールが入った後みたいな、ゴールって現地の声だあ、はいはいはい、うん、一体どのぐらいのサポーターが今無呼吸で応援していたことでしょうみたいなことを言い始めたあ、こんなワード出るんだって思って、そしたら最後に無酸素応援って言ったんですよ、これウィールで言ってますからね、これ無酸素応援むちゃくちゃや、そんなふざけてんの、無酸素応援じゃなくて応援のことを呼んだの、無酸素の応援応援っつって応援選手が分からん、リンさん落ちた、いや大丈夫でした、なんか止まってた、ちょっと落ちてないリンさんに落ちたっていうのはちょっとさすがに、いやいやでもね、落ちたっぽかった、落ちた、いや落ちたっぽかったんですよ、落ちた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 っぽかった、結局このコースは打開なんで、ナスピョンさん舐めしないよね、壁を舐めない、はい、どうリンゴさん、これで急に難しくなっちゃった、どうどう、なんてすんの、ナスピョンさん、どうそういうことすんだろうね、なんてそういうことすんの、本当にかわいそうで、リンゴさん、やかわしないってるよ、イチもう、ナスピョンさん、赤に投げるからやろ、あいつ痛すぎる、リンゴさん、停止プラスでいい、ダメに決まってるでしょ、本人に確認する、そういうことするからだよ、はい、ちゃんと許可を取った上で、そういうことするからだからな、はい、あ、ちょっと神さんになっちゃった、神さんにしちゃった、神さんにしちゃった、神さんにしちゃった、ちょっとね、停止クラッチ、おーってなるよ、私赤さんあるけどいいの、ごめんね、ネロちゃん、それすんの、俺、ビンゴさんのこと好きだったんだけど、結構まだやるね、今狂ってる、赤のと思ってる、こいつごめんね、赤そうだね、謝れば済むもんだよ、ダンはナイスとげー、何でやられたんだ、あー危ない危ない、なんで消すんだお前、ミスターパラリラ終わった、ミスターパラリラ詰まりすぎや、しゃあミスパラリラ、ミスターパラリラ、あーミスター赤の毛やめて、もうもうミスターあーテレスの授業、赤っこだ、元気早いな、進め進め進め、フッじゃあ締め、あぶねー、これ俺これだねー、ナイスリッチャー、危ねえ、あれ本当に危ねえ、本当に危ねえよ、運ゲーニキ、運ゲーニキの運ゲーをかわしたということは運がいいということですよ、ポンちゃん、いいです、よかったよかったね、あれあー入れたやつ、悲しいよ、夏野さんのアモンガースピアノより上にこれしてるの悲しいよ本当だよな、これマンピアノが一番上であれよ、これ真っさらなアカウントですからね、ピアノ結構下だな、ピアノよりもダブルダブルもそうだけどバーと、バーバーと巨峰の巨峰は何なん、巨峰は知らんだけど、巨峰知らないの、巨峰なんかもう第3弾ですからね、第3弾名作、巨峰はなんならゲンさんも見て笑ってましたからね、ゲンが大笑いしてたもんな、まあ、ダム、まあまあいいよな、あれも私ゲンさんが一番面白いよね、ダムだ、おいハジクソにダム事件ってあんのかさ、事件になってるやん、もう事件じゃないよ、あれだってわざとなんだから、ハハ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 、あやばい、もう2連ができなくなってる、もうダメだ、あれポンさん、それは無理、それは違うじゃないですか、
コロ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 コ誰だよ、言えよ、ほんとふざけんなよ、こういうの、言えよ、うるさらんわカウントしないのが普通になっちゃった11位になってもうた。はい、カイアーカもうほら、こういうことが起こんのよ。しょうがない、エイトだから。そんなことしないでくださいよ。いいよ、します。うおー、ごめん。いや、ここ、ミドさん、怖いって。うわどけハゲ。うーわー、ここにキノコあるよ。くそ、気をつけてね。やばいやつしかいない。やばいやつしかいない。ミートの差は歴然。メドちゃん早く、メドちゃん投げて殺してマジでリンゴ潰してよ俺。ミートの差は歴然です。うわー、おさらいもごりしちゃうよ。はい、もうあれたつ。なんだあいつ、あんかこうだろうと。なんでそういうことするのね。なんでそういうことするのね。なんでそういうことするのね。今いらないよね。おかしいやろ。なんでそういうことするのね。なんで。よし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 、俺1位だ。まあまあまあ、よし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 。なんでそういうことしたのかな。ヨーさん、なんでね。なんで今の赤。よし、ダム足そう。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 もうダム。もうダムだ。もうダムだ。もうバカにしてるし。